いや、なんじゃこりゃと思いましたね。男はつらいよのパクリが出たのかなと思ったら、なんと真っ向からですね、元作男はつらいよって書いてあるのと同時にですね、これ山田洋次監督が作られてるんですよね。これじゃあ文句はつけられないなと思いますし、このね、なんか、元作男はつらいよも、なんか別の見方で楽しめるなと思いましたね。このトラさんのオーバーな表情っていうのも、なんか嫌味がなくていいなと思いますし、常盤貴子さんが出たりとかね、おいちゃんおばちゃんが出たりとか、なんか大阪のトラさんを、まあ、こと書いて描いてるのかなと思いますね。なかなか興味深いですね。松下奈緒さんが出ていたりとかね、あと他にどなたか出てるのかな、森玲子さんとか宍戸美和子さんとか松川米子さんとかね、他にもちょっと名だたる方が出てるんですけども、とにかくね、寅さん関係は私全部見ときたいんで、この1月5日から始まる寅さんシリーズ、男はつらいよ、贋作男はつらいよ、いや、これ見ていきたいなと思いますね。まあ、できれば本編のね、本筋の男はつらいよがいいんですけども、まあ、こうなったら全部見とこうかなってことですよね。山田洋次監督のですし。それから改めてですけども、虹をつかむ男っていうね、西田敏行さんが出てるドラマ、ちょっと古いのがあるんですけども、これはですね、男はつらいよシリーズ49作、幻49作、花遍路というタイトルのね、男はつらいよで、まあ、実際にやるはずだった、キャストが、そのまんま、トラさんをね、忍んで、できなくなっちゃいましたからね。トラさんを忍んで、まあ、作った作品だと言われてます。で、ラストシーンでトラさんがちょっとね、VFX の効果で出ているってところもありますし、確かに花遍路では、西田敏行さんと、どなたかわかりませんけど、マドンナが出てきて、まあ、なんかね、恋のドタバタを繰り広げるっていうところだったのかなと思っちゃったり、実際どうなのかわかりませんけどね。まあ、とにかく、男はつらいよ関係全部見ていこうと思う、私、久保哲郎でございました。おやすみします。